どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はクリスマスといえばこの曲、マライア・キャリーの All I Want For Christmas Is You。 この曲をガズレレ流超簡単バージョンで初心者のあなたにも弾けるようになるべく簡単でやってみようと思います。これはやりたいですね。あとちょっと時間ありますからクリスマスまでこの曲を覚えてやりましょう。いつものように2パターンやります。最初はですね、初心者の人でも弾けるようになるべく簡単ゆっくり、やってみまして解説を入れて、後半はかっこいいバージョン、ノリノリのかっこいいバージョン、このスーパーバージョンを、やろうと思います。クリスマスはもうウクレレで歌いましょうね。もちろんこれハワイの楽器としても有名ですけど、もうちっちゃいコンパクト楽器ですから簡単な、やってみたいでしょ。いいですよウクレレは。自分で音楽やるっていうのはすごくね楽しいんです。しかも一緒に歌えるわけですから。ウクレレだったら弦4本しかないしちっちゃいので、結構他の楽器に比べたらもうはるかにスタートのなんていうのかな、スタートアップしやすい、始めやすい楽器になると思います。ぜひ始めてください。どうしたら始められるか、私の YouTube、 今ご覧になっている YouTube を見て、持ち方とかコードの押さえ方とか私が丁寧にですよ、解説してますんで、で YouTube で見るとね、ちょっと分かんない、よく分か順番が分かんなくなっちゃうんで、私のホームページに順番通り1から2から1、2、3、4ってやってくると弾けるっていうプログラムがありますんで、そこに行ってみてください。今からここにリンクを貼りますが、そこの初心者さんはここというところをクリックです。行ってらっしゃい、ここです、クリック。はい、これから音楽は自分でやるのが面白いですよ。今回始める前に1個だけ説明したいコードがあります。最近よく出てくるんですけどね、これです。 F 星なんじゃらほい、 F 星って思うでしょ。これはですね、F マイナーっていうコードが出てくるんですけど、ちょっと初心者の人に F マイナーって押さえづらいんです。後で解説しますけど、まずは、F 星っていうコードを、私がF マイナーの代わりによく使ってるコードなので、これを覚えましょう。これはですね、 F にC を足したんです。F と C を同時に弾いてるっていう説明がいいかな。F を弾いてる上に1弦の3フレット足すんですよね。こうです。いいですか？こことここで F ですよね。こことここで F。ここに、ここです。1弦の3フレット。なんで薬指か小指をこう足すんですね。そうするとこういう響きです。はい。普通の F はこうです。はい。普通の C はこうです。C と F を同時に弾いちゃってる状態ですね、こうやって。はい、この F 星を使ってシンプル簡単バージョンをやりますんでね。さあ早速マライア・キャリーの All I Want For Christmas Is You、 まずはシンプル簡単バージョンの方から早速やってみようと思います。 1,2,3 I don't want a love for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about a present underneath a Christmas treeI just want you for my own, more than you could ever know. I make my wish come true. All I want for Christmas is. I don't care about a present underneath the Christmas.
Please んじゃかじゃん、はい、そういうわけでマライア・キャリー All I want for Christmas is you 超シンプル簡単バージョンでやってみました。これはですね、今のショートカットバージョンですけどね、あの全部やりたい2番をカットしてますね、いわゆる2番のパートを、はい、で解説しようと思うんですけど、いつもね書いてるじゃないですか、これ英語で言葉が多いんで、今回あのこれで歌詞をプリントアウトしてその上にコードを書いていくパターンにしてみました。はい、なんで歌詞も皆さんも書き出すときは歌詞を、まあ、手で書いてもいいと思うんですけど、そのコードのね回数はあの今のテロップを参考にしてちょっと見てくださいね。なぜかというとここに仕切りがないんで、今回 CC とかこう言葉のブロックに合わせてるやり方なんで、このやり方も一応見とくといいかもしれません。だいたいパソコンで調べるとこういう感じで出てくると思うん でちょっとあの最初の説明、ここねさっきやった星F 星あるじゃないですか、ここ本来は F マイナーで弾きたいから、こここういう風にごちゃごちゃなってますけど、これどっちかでいいですよってことです。とりあえずあのメモっていくんですけど、ここ感想はここですね、 C A マイナー D マイナー G セブン、はい、この辺はちょっと後ですまた説明です。まあひとまずこれちょっとまああんま参考になるか分かんないけど、一応まあメモってください。じゃあこのブロックから、はい、一時停止でね、はい、で後半はこの辺か、この辺、うん、まあ英語ですからね、言葉が多いというか歌い回しもちょっと難しいけど、でも歌ってみると結構あの雰囲気はあの掴みやすいと思いますね。他の洋楽に比べて歌いやすいです。はい、最後ここまた繰り返していくところなんですけどね、まああの先ほどのデモ演奏をちょっと参考にしていただいて、はい、じゃあ早速コードの解説いってみましょう。はい、まず C でしょ、 F、 ここ今やった F 星ね、 F 星、C と F、 要はこれとこれを足して一緒に押さえたらこれになります。はい、次 E7Am A7DmG7 に D7 です。すなわちここの今言った1,2これはもう除いたとして 1,2,3,4,5,6,7、 これはですねいつものおなじみのガズレレ必須コードです。ガズレレ必須コードよくわからない方はですね、ここはぜひお勉強してください。私の YouTube で解説しているあのレッスン動画はこのガズレレ必須コードを覚えていると、うまいことできるようになってますね。私が前に撮ったすごくわかりやすい動画、ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードを楽しく、コードをマスターしてください。面白く覚えないとダメですよ。はい、で今日、さっきも言ったんですけど F マイナーがちょっと抑えづらいんだよね。ここに書いてあります。F マイナー、これです。はい。これ解説一応しとこうか、さらっとね。ここと、押さえる場所、ここと、ここと、ここなんです。なので、これが一応定番の押さえ方だと思う。こう、ちょっとね、とろけたような弾き方。はい。なんですけど、私の場合は、親指を使って、ね、4弦ここ押さえちゃう。こうです。はい。どっちでもいいです。これでもいいし。で親指の押さえ方をマスターすると結構便利なことが多いんですけど、まあ別に好みですね、どっちでもいいんですけど、親指が届かないっていう方はすごく効くんで、ちょっと今日はワンポイント横から見ますよ。親指をねこうやって押さえてる人が親指を上に上げようと思ってもそれは届かないんで、グッと握り込んでここの手首を上にちょっと回すんですよ。こんな感じ、大げさに言うとこんな大げさにやらなくてもいいけれども、なんていうかこの手首のこの角度がすごく親指を使うときは大事になります。まあ、無理にやらなくてもいいけど、ちょっと試してやってみたら、あ、思いのほかできるなってことになるかもしれない。ここ、ビチャーっとくっついてるわけだから、ここに、このネックに、指のこの親指のところの股の部分っていうか、はい。で、ここを離れてる人はちょっと抑えられないです。ここに隙間が空いてる人はね、はい。まあ、その辺もちょっと意識して、F マイナー、ぜひやってみて。F マイナーをやるだけで、だいぶね、こう、なんていうかな、ふんわりした雰囲気が出ると思います。で、弾き方なんですけど、8ビート中心なんですけど、イントロのね、ここはねちょっと面白い、やんなくてもいいですけど脳トレとしてやってください。ここの All I want for Christmas is、 ここってさほらアドリブで結構テンポがない感じでしょ。でここからリズムが始まるところに前奏があるんですけど、ここねここに書いてあります、3連って書いてあるでしょ。ここねタタ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 クリスマス、イッツユー。あ、間違えた。クリスマス、イッツユー。これ、タタ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 。はい、これ、難しい。
G7 のとこはんたダッタダッタダッタなんですよね。んたダッタダッタダッタです。これどうやって表現しようかなと思ったんですけど、これです。これが書いてあるつったたったたったたった G7 のとこね、ここはずったたったたったたったって弾いてください。すごいでしょこの書き方。はい、ここねたた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 ですよ。はい、もう一回ちょっとそこやってみよう。ゆっくりね、ワン、ツー、スリー、フォー、たた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 、こういう風に始める。これがイントロのまあ一個のまあ面白いところなんですけど、面白い、あのこれ結構難しいから、あの脳トレとしてやってください。もちろんジャンナー8ビートであの流れちゃってももう全然問題ないですからね。タタ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 ぐらいはちょっとやってみ見てもらってですね、やってみようと思います。それではですね、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。 I don't want a love for Christmas. There is just one thing I need.I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Yeah. All I want for Christmas is you.バージョンやってみました。あー、いいですね。やっぱりなんていうか8ビートの方が軽やかにあのなるかな。やっぱりでちょっとシャッフル気味がいいと思います。ジャンジャッジャン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 、この普通の8ビートよりちょっと跳ねてるやつね。チャッチャッチャッツチャッ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 ツチャッ、ちょっと意識してみてもらうとだいぶこう軽やかにトナカイさんがこう駆け抜けるっていう感じがいいと思いますからね。はい、マライ・キャリーの All I Want for Christmas is You、 あの8ビートで全編8ビートでも十分ノリは出せると思います。はい、ニャンニャンでいいですからね。英語苦手な方いるでしょ、これでいいですからね。ニャン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 とかもうそんなんでいいですから、もうやっぱりフィーリング中心でノリとみんなでニャンニャン言ったら大合唱だってできるよってやつですから。はい、ホームページご覧ください。ホームページにはいろいろな情報が載っておりましてですね、次の大イベントは四国行きますよ。徳島です。徳島はですね、ただ行くだけじゃなくて、ガズと
観光もしましょう。徳島せっかく行ってさ、ガズレレイベントだけで帰ってくるんではもったいない。やっぱ徳島のいいところ、ちょっと朝、みんなで、見ながらガズレレやろうと。次の日もねあるんですよ、イベントが。ピザパーティーだって、古民家でガズレレピザパーティー徳島でとか、もうすごくすごい状態になってますけど、はい。で12月24日はね、板橋ボルボカーズ板橋、あの車のカーディーラーですよ、ショールームで。響きがいいんですよ、ショールームでやると。そこでガズレレクリスマスパーティー限定50名なんで、もしちょっと気になっている方、早めにチケット、ご購入お願いします。 E プラスで販売中でございます。はい、そんな感じで盛りだくさんのイベント、来年もいっぱいイベント考えてます。来年1月7日はですね、錦糸町のシルクロードカフェというところでガズレレ大合唱ボリューム215曲を最初にも決めてやります。曲はホームページを見てください、書いてありますからね。全員でその決まった15曲をただただ大合唱しようというプランがありますんで、1月7日とかです。そちらのもよろしい。まあいろいろ情報はすべてホームページ、まあ、Facebook やってる方は気楽につながってください。はい、久保田和誠ですからね。はい、そんな感じで、はあ、メリークリスマス、いい感じ。はい、マライアキャリーで今年のクリスマスを過ごしましょう。ありがとうございました。ウクレレ始めてくださいね。知ってる方は友達に教えてくださいね。みんなでワイワイやりましょう。それでは今回のガズレレです、これで終わろうと思います。ありがとうございました。バイバイ、またね。チャオ。